ごっ。で最後これエンディングですね、うん、見てくださいこれファイナルファンタジーやん。もうはい、皆さんも局長です。ということでね、この動画に関しては、昨日のルセラフィムのデビューステージの桜のちっけむリアクションを今から撮っていきたいなと思ってるわけですけども、まあ、カズハの話題がね、すごいんですが、やっぱ桜ちゃんもすごいねんでっていう、まあそういったところもね、ちょっと注目してて、今から見ていこうと思います。はい、ということでこちらなんですけども、このちっけむ始まる前のちょっと緊張感みたいですよね。いや、さくちゃん、目の大きさすごいです。あ、来た。うわぁ、なんか、ってこう、行くでっていう。緊張するよな。来た。いや。いやー、これ全部多分目線もメンバーで揃えてるんですよね。あ、この寝てる時のしっかり表情。いや、この眉毛。眉毛使うの上手な子がね、やっぱアイドルの中でもこう、表情力、管理、強いに言われてますよね。からのサクちゃん。だから結局サクちゃんが今回、コースショートじゃない今、アイズワンの時とは違うでっていうのを出したかったんやろな。うん。で、しまあこの振りもね、長い髪の方がいいっすよ。いやーいやーすーごいだね。いやーこう持ってかれる感じわかる？さくらの子見ててグーみたいな。すごいですね。いやこのちょっと挑発したねみたいなもんいいですね。いやいやさすが。だから局長何回もさくちゃんの生で会ってるんですけど、やっぱね、もうパッと見たからの引き込まれ方が違うんですよね。まあ、シンプルに目が大きいってなるけど、ぐっと見られた時のね、カメラでもちょっとやばなりますね、やっぱね。細ー！この、どんだけ細いん、さくちゃん、これ。なんか、よう食べてるとか言ったけどな。まあ、よう食べてるかどうか結構昔の話だけど。さくの木やってや、ほんま。頼むで、ハヤブさん。いや、ここ好きやーな。さくちゃん、アイズワンの時あんまり髪振るみたいな時なかったからさ。今は今で楽しいで。いや。ここ、この、ちょっとグッて、この首、顎引いた時か。これがさくらなんですよね。うわ。いや、でもさ、やっぱよう考えたらさ、よう考えたらさ、まあ、K-POP アイドルとしてはみんなすごいんですけど、ね、さくらももちろんすごいんですけど、もともと HKT やった、AKB やったが、ここのバチバチ大前線にすごくないですか、よう考えたら。まあ、それはアイザンの頃からそうなんですけど、このハイブからなんかよう考えたら今、ここのセンター引っ張ってすごいなっていう。だから、なんかあんまり違和感なくなってますけど、サクちゃんってアイズワンの当初そんなにね、そのフルメンバー12人決まりましたけど、の中でダンスめちゃくちゃ上手いからそうじゃなかったわけじゃないですか。日本人として上手かったとしてもね。ここまで駆け上がってきたっていうのはなんか、それ込みで見るともっとこう、ストーリー感じますね。このステージにもね。いや、すごいわ。ああ、今のここの前、お上手！ほんと、さくちゃんお上手やね。ここ、いやあ。アイドル楽しいな、ね。いやあ、ここの、いやあ、すごいよ。あんま固めないんですよね、この。髪結構みんなストレートヘアじゃないですか。でも結構髪の振り多いっすよね。だからあんまりガチガチに固めたりポニーテールとかしないですもんね、このステージだと。でも今日カズハそういやなんかポニーテールやったけどどうなの？今日はなんかあのミュージックバンクかあのなんかちょっと天使味あるような妖精味あるような感じにしてどうなのか。いや。あのなんか、サクちゃんの顔を見てたら、
あの、この K-POP のカメラの画質となんかマッチしますよね。うん。K-POP のカメラ映えしやすい感じするよね。いやー、すごい。まあ、間違いなく、レスラーフィルのビジュアル枠は、まあ、桜やろうな。まあ、やっぱ、もう、顔面やな。こんなこと桜ちゃん言うたらな、ちょっと、怒られるかもしれんけど。まあ、怒られるか、どんな、別な関係じゃないけど。やっぱ、桜ちゃんってこう、キャラクターもそうなんですけど、まあ、やっぱ、プリュ48からそうなんですが、やっぱ、顔面でのし上がってきてる。こんなことで、あ、これ失礼やな。失礼やな。実力もそうなんですけど、やっぱ、顔面でのし上がってきてるんじゃないか。それぐらい圧倒的なパワーを感じますよね。すごいもん。で、しかもね、やっぱね、比較的、こう、なんか、なんていうのな、狂気的な、こう、笑い方もこのフィアレスで知るんですよね。結構みんな攻撃的な感じで言ってる中で、挑発してきてる感じがするんですよ、このさくちゃんに関しては。いやー。ああ、いいですね。これ、異次元だよな、この細さ、ほんまに。画面でもわかるぐらいだから、生で見たらやばっすよね。いや。なあ、面白いよな、この子。ここのさくちゃん、これ。ああ、だから。かわいいねんな。ほんまに細いよ。俺、どうすんこれ。いやー、ここエモいよな、このカズハとのここな。身長差どれぐらい、結構あるよな、カズハと。そこのエモさもあるね。いや、すごいね、やっぱこの。曲調のこれはいらんな。いやー、こことか。いやー、今の絡み良かったね。今のところの絡みいいっすね。いやー、さすが。いやー、すーごいね。あ、ちょっと後半あたりでさ、ちょっとこう乱れてる感じも。いや、すごっ。で、最後、俺エンディング予選ね。見てください、これ。ファイナルファンタジーやん、もう。これがだから K-POP の韓国のこのカメラ画質じゃないですか。ので、もう白くね、照明も上手なんで。これに合いますよね。さくちゃんの顔ってね。はっきりしたね。いやー。目が、いや、すごい、やっぱよー、見たらね。いやー。楽しいやろ、さくちゃん自分の、これ、鏡見てるときな。いやー、すごい、この顔面。すごいわ、これ。非現実的ですよね、さくちゃんの顔って。そうか、これ結構長いです。ずっと。で、これ多分30秒くらいやらなあかんねんな。長いな。いやー。いやー、すーごい。やっぱなんや言うても、さくちゃんやっぱ表情と顔面やな。まあ、ダンスもお上手なんですけどね。もちろんダンスもお上手なんやけど、顔面やな。
ってのはあるんで、なんかこう、サクちゃんってこう、なんてやろな、ステージにいても、こう、引きつけられる魅力ってやっぱありますよね。まあそれが、まあ顔、もちろん顔だけじゃないとは思うんですけど、やっぱりこう、アイドルってそういうの力が一番大事だと思うんで、まあ、天性のアイドルだなって感じですね。はい、というのは皆さんが思った感想もぜひコメント欄書いていただければなというふうに思っております。今日も最後まで見ていただき、ありがとうございました。